はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。もうすぐ5時ですね。6月は16日の日曜日でございまして、これは14日の大紀元に出ているですね、記事ですね。もうタイトルからしてすごいんですけど、預金下ろすのに中共警察の、中共とは中共産党の意味ですね、の同意必要と、同意が必要というですね、タイトルでございまして、本文をちょっと読んでみましょうね。ですね、今月11日ですね、吉林省長春市、長井春と書きまして、長春というふうに言いますね。長春市に住む市民が地元銀行、吉林銀行村議路支店、日本語で読んでます。に預けている預金を引き出そうとしたところ、銀行から預金を下ろすのに警察の同意が必要だと告げられていたことが分かった。なんやねんそれって話ですね。預金10万元以下、約217万円以下ですね、日本円で、下ろせなかったことに腹を立てたこの市民は、告発動画を中国SNS に投稿して話題になったと。ふざけんなと自分の金だ、下ろすのになぜ許可が必要など、中国中の銀行預金者から罵声の嵐が巻き起こして、話を巻き起こしてしまった。世論の圧力を受け、吉林銀行の職員は翌日6月12日、今回の措置は銀行側による一方的なものではなく、所管する警察署の要求に従ったまでと回答。お、マジかよって、慌てて下ろさせてくれたわけではないんですね。管轄する警察署の要求に従ったまでだと回答。電信詐欺予防のため、おお、そうきたか。電信詐欺予防のため、銀行口座から2万元、括弧43万円以上の預金を引き出したい場合は、銀行職員がその旨警察署に届け、警察署が当該口座を調査した後、引き出しが許可されるという。ほんまかうわーと、そういう手で来るわけですか、中国の場合はね。いや、金がないんでしょ、実際。金がなくてですね、なんて言いますか、倒産しかけてる銀行いっぱいあるんですよ、中国。特に地方の中小銀行の場合は。なぜかというとですね、簡単に言えばですね、住宅ローン貸した金が回収できていない、不動産に貸した金が回収できていない、だからですね、お金がないと、だから銀行預金の引き出しに対応できないと。まあ、日本でいけば実質的に倒産してるんですよ。でも中国の場合ですね、倒産しました、はいパリンとかってやめられないんですよね。そういう自由はないんです。あくまでも銀行のふりをしなければならない。で、ですね、預金者がですね、引き出しになってきたら 何のかの理由をつけてですね、倒産させない、倒産者は引き出させない。で、そこに警察の力を借りる、また警察がそこに力を貸してくれるんですよ。それが今の中国という国なんです。一方、吉林銀行本店のお客様サービスセンターでは、預金引き出しの際の要求に関しては、銀行側としては何も特別な規定はない、しかし警察署の要請により関連規定を設けている一部店舗もあると回答している。どっちがほんまなんやところが、預金者に対し警察の同意が必要として預金引き出しを拒否した支店を管轄する警察署金安派出所の職員は、そんな規定などない、と一蹴している。ただ大口の引き出しの場合は、事前に銀行に届け出る必要が、銀行に、警察署のこれ、届け出る必要があるが、警察署が調査するのは出所不明のお金だけだとしている。そんな関係ないやん、出所不明かどうかなんかは。見ての通り、銀行側と警察署の主張は見事に一致しない。この混乱した局面において、SNS 上では結局のところ銀行に金がないんだろうとする見解が多く見られる。まあ、その通りです。まあ、以下あるんですけども、省略をいたしますね。はい、これしかしですね、
これ、本当に多分一部の現象だけを取り上げてるんであって、同じようなことが今多分中国各地で起きていると思います。でこれ起こった男性ですね、今頃その辺の道へ歩いていないかもしれませんよ。もう二度とその辺の道を歩かないようになったかもしれません。そういうことはわからない国でございますからですね、国家にとって都合の悪いことはですね、別にそういうですね反国家的な思想を持っていようが言うまいが関係ないです。社会を混乱させること自体がですね、今の中国では十分にですね処罰の対象となります。で基本法治国家ではありませんからね、こいつを処罰したいと思った人が処罰されるんです。当局がこいつと思ったらその人が処罰されるんです。で裁判は公開ではありません。だからいなくなったからといってですね、警察にあんた捕まえてんのって聞いた時に知らんって言われるわけですよ。そういう国なんです。そういう国に行ってはいけません。基本的に行ってはいけないしですね、そういう国でこう家族を済ましてもいけないしですね、ビジネスを開いてもいけません。法治国家ではないんですよ。で今まではまだですね、その融通が効いたところがあったんですけども、今や何の融通も効きません。だからですね、欧米の企業、台湾の企業は続々とですね、中国から引き上げてるわけなんですね。日本企業はどうもですね、引き上げのあれが速度が鈍いですね。まだ中国に対して幻想を抱いてる人がいるんですよ。私より上の世代です。で日本の大きな企業のトップってみんな僕よりちょっと上の世代なんですよ。私が今62ですからね、65ぐらいの人たちが中心ではないかなと思うんですね。その人たちってまた日中友好の時代を知っていて、その時代に中国に行ったことある人がほとんどなんですね、ビジネスマンであれば。でそういうこう昔のですね、もう古いですね、イメージを引きずってるわけであって、あんな変化の激しい国ないわけですからですね、早く意識を転換してですね、自分たちの会社のですねアセットを引き上げないとですね、そのうち本当に間に合わなくなりますよ。でアセットを失うんやったらまだいいんですけど、こう人命に関わってきますからね、これから。すでにアステラス製薬の社員はですね、無事に帰ってくれるかどうかわからない状況でしょ。なんでですね、こんな国にいてはいけない。もうそれをね、象徴的に表します。銀行から金が引き出せないっていうのは、これ社会機能が麻痺してるとの同じじゃないですか、これはっきり言うてですね。そういうことが普通に起こっていてですね、しかもですね、それが正されないわけですよ。で言うてることちゃうわけですよ。で現実的にこの人を引き出せたんですかね。いやもうそういう国がですね、一丁前の顔してですね、なんやかんやってですね、国際社会で何かものを言うてるわけですよ。まだ一応世界第2位の経済大国なんですよ。そういうところにですね、騙されてホイホイホイって出かけていったりするとですね、えらい目に遭うということですね。もうすでにこう社会の正常なですね、機能がですね、麻痺しているという、まあ、一つの現象ですね。銀行から金が引き出せない。ただね、これね、もう2年ぐらい前からあることなんですよ、実はね、2年ぐらい前から起こってるんです、一部では。で、だからもう着々とですね、あの国は破滅に向かってるわけなんですよ。だあんまでも日本人はそのことをですね、意識してないですね。もう欧米のメディアでもそこまで言うメディアはほぼないですね。この大企業はね、そっちにガンガン言うてますけども、でもね、ただ一部のね、チャイナウォッチャーたちはですね、そろそろ危ないでという話はしてますね。私は完全に危ないでと思ってますけどね。はい、ということでこの大企業のアドレスをですね、一時的アドレスをですね、関連サイトのところに貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。